新宿南口ご通行中の皆様、こんばんは。君の会の凱旋であります。よろしくお願いいたします。本日はですね、一つの題目と一つの話題という形で二つの話をしようかなと思っております。一つはですね、本日からとある遊園地で始まっているイベントがありまして、そのイベントの中でのとある話であります。はい、読売ランドなんですけど、読売ランドの方で本日から、随雲祭りという記載が始まっております。その中のトークショーの中で、現行の護衛艦ヒューガの艦長、この方なんて呼ばれるのかな、川内さん、川内さん、仙台さん、どれか分かんないんですけど、その艦長の方が、コメントをされていたということであります。理由はその祭りの、メインキャラとなっているのが二次大戦中の航空戦艦であるヒューガだからっていう理由なんですけれども、そういうゲームのイベントにまで自衛隊の方がコメントを出して、そして自衛隊の存在意義を広めようとなさっている。それは、我々ファンからしてもありがたいことですし、サプライズなことですし、同時に自衛隊をそこまで努力して広めようとしているんだなということを私はすごく感じました。つい先日といっても、去年になってしまうんですが、少々地元に戻ることがありました。私の地元は札幌なんですけれども、そのすすきのオーロラビジョンで繰り返し自衛官募集の動画が流れておりました。これ多分以前も言ったんだと思うんですけども、そんな繁華街のど真ん中のオーロラビジョン、昼間ですよ、確かに平日ですけれども、そんなところで、自衛官を募集しなければならないほどに自衛官というものの人員が不足しているということであります。それだけ広報しなければならない。だからこそ、その川内艦長、川内艦長はあえてこのイベントに参加されたのかなと私は思っております。こういう方々の努力があって、これからも庭垣の国防はなっていくのだなと感じた次第であります。さて、国防という話でもう一つ本日話題がありました。2つ目の話題に行きたいと思います。皆さんもニュースご覧になっていれば聞いているかなと思うんですけれども、北朝鮮が核実験場を廃棄しますっていう声明を出したんだそうです。正直私はこれを見たときにちょっと目を疑いました。あそこまで強硬に実験を繰り返し、ミサイルを ぶっ放しているあの国が今更になって核実験やめますっていう宣言をしたんだそうです。それで6項目ぐらいの声明があるんですけれども、その中の1項目、産経新聞の記事から、電子版の記事からちょっと読ませていただきたいと思います。一つ、我が国に対する核の威嚇がない限り、核兵器を絶対に使用せず、いかなる場合も核兵器と核技術を移転しないと書いてあります。もちろん翻訳でしょうが、これに近いニュアンスのことを間違いなく言っているということです。さて、これを読んだとき、私は何を考えたか。これは廃棄しないなって思いました。なぜか、彼らにとって核の脅威というのが、在韓米軍であり在日米軍であることは間違いないでしょうし、それ以上に何をどう考えても SLBM、 要は潜水艦からの核の脅威などというものは排除しきれないわけであります。従いまして、核の脅威がなくならない限り捨てないということは、逆説的に我々は、理論をこねくり回して核の脅威があると言い続けて、そして捨てませんという宣言をしているんだなと私は受け取りました。実際、これに期待、もう一つ前の項目では、北部の実験場を廃棄しますと書いてますが、それ以外の施設を廃棄するとは書いておりませんし、他の場所に作りませんとも書いておりません。あの実験場をだいぶ前から使ってるでしょうから、老朽化して作り替えたのかもしれませんし、中国様から供与されたのかもしれません。ですので、この声明について私自身は、核を放棄するなどということは微塵も想像できないなと思っております。ではなぜこのタイミングでこんなことを言い出したのか。もちろん一つは、制裁が厳しくなってきたというのもあるでしょう。ただそれ以上に、6月まで、今のところ6月中ということに予定されておりますが、米朝会談が予定されております。その時点で、我々はこれだけ歩み寄ったんだから君たちも歩み寄れということを言うための口実作りではないかと私は思っております。従いまして、それにあえて、この還元にあえて乗る必要はないと私も考えております。ここで制裁を緩める、
などということが、どこかの国で行われたならば、それはすなわち彼らにおもねったということでありますし、そしてまた再び、これの制裁解除によって、少し余裕が出たならば、間違いなく彼らはまた核実験であるとか、ミサイル発射実験を再開することでありましょう。また、小野田防衛大臣が声明の中で言っておられましたが、我々日本からすれば、大陸間弾道ミサイル ICBM だけが脅威というわけではありません。射程から考えれば中距離弾道ミサイルも大いに脅威であります。それに核兵器が積めるかというと別問題でありますが、化学兵器でありますとか通常弾頭であっても我が国に落ちれば甚大なる被害が出るということは想像に難くありません。ですので今回の声明について、我が国の地政学的立地を考えるならば全く意味のない無意味なものであると考えております。これはあくまで先ほども申し上げた米朝会談を睨んだ、少しは歩み寄りましたというポーズにしか他なりません。ですので皆さん、これを見てこのようなことを言っているから北朝鮮を許そうなどというようなメディアが出てきたならば、あえてそれを信じないでいただきたい。そのメディアは間違いなく北朝鮮からの情報を得て、資金援助を得て、人員を得て、そして活動しているメディアだからであります。それを批判的に見て、両論的に見て、そして我々国民に対して新たな情報を出してくれるメディアならばともかく、盲目的に何も考えず無批判に報じるようなメディアに対しては絶対に迎合しないでいただきたいと私は考えております。はい、では最後になりますが、皆さんも、メディアだけではなく一般のこういった動画にも興味を持っていただいて、ぜひとも君の会の動画、我々の凱旋動画をご覧いただいて、もう一度、考える指標としていただけると非常に語りがいがあるなと私は思っております。本日はありがとうございました。